ビクトリアーデルハイトホンシュレースビヒホルシュタイン。ゾンダーブルクグリュックスブルクは、ザクセンコーブルクゴータコー、カール・エドアルトの日。英語名は、ビクトリアーデレード・オブ・シュレス・ウィグ・ホルスタイン。シュレースビヒホルシュタイン後、フリードリヒフェルディナントとその日、カロリーネ・マティルデの長女として、グリュンホルツで生まれた。父、フリードリヒフェルディナントは、デンマークオークリスチャン旧世のおいであり、 グリックスブルク家の本家にあたる。1905年、カール・エドゥアルトと結婚し、三男二女を設けた。第一次世界大戦後、カール・エドゥアルトの退位に伴い、一家は一般市民となった。第二次世界大戦後には、ドイツのソ連軍占領区域に所有していた所領を接収されたため、一家はオーストリアへ亡命した。ビクトリア・アーデル・ハイトと家族。 ありがとうございます。